じゃあ、じゃあ、じゃあ、よし、はい、今回ですね、前回パワープロで豊さんをサクセスで作ろうみたいな、まあピッチャーで作りましょうよっていうことでやったじゃないですか。はい、それがなんとですね、はい、僕らの知らない間にできたということで、おお、できました。できたっていうか、はい、それはそれで問題ですよ。俺が作らなきゃいけないのプロセスを見たいかもしれない。マネージャーのユッティが、はい、ユッティが、ね、本当に徹夜で1回間寝ずに作ってくれたということで、どういう風に仕上がってるか。そうですね、はい、プロまで行ってんだろうな。聞こえない。今うなずいてますよ。今、はい、どういった感じに仕上がったか見ていきましょう。はい、はい、お、なるほど。速速142、コントロール D、スタミナ F、はい、めっちゃないやん。いやこれからの選手ですね、まあ、これからの選手、はいはい、まあ、ちょっとやってみて、いや、行きましょう行きましょう。これでこれですか。それは監督試合にやんないとさ。で、ベイスターズ使いますか。で、ここでいいんじゃない、アズマですよ。まあ、オフになってますけど今。いやでもやっぱ先発いや入れろよ、ベンチ入り。いや、砂田選手ちょっと調子悪いんで、これで先発アズマで大丈夫ですか。そう、アズマ選手で、うん、はい、OK です。はい、行きましょう。行きましょう。はい、マウンドに上がりました。それでバナナ食べない。これは食べない。お任せにしますか。あ、まあまあ、最初はまだ大きいよ。第3球をピッチャーの打ちました。よーしよしよし。もうなんかメンチ切ってる。あーっと、ファウルファウルファウル。目視レフト線。え、誰だ誰だ。北条。低め低め。おー、OK です。いいスイス押しますよ。まあ、とりあえずね、はい、横のスタジアム低めだからね。低めでいきますか。うん、低めじゃないと危なくてしょうがない。おお、だいぶスピーディー野球だ。いいっすね。監督モードはこういう感じなんですね、もう。最初見てって。見ていけ。うん、見て、ひげっつってんの。見ていきますか。急に。いやいや、こいつは振っていいよ。お任せですか。一番バッターいきなりサインミスしました。見ていけで。おっ、あーよし、あっ、あー、だが次が外選手ですね。あ、外、外お任せ。お任せで、あー、足りは良かったですけどね。おわー、しょうがない。三者凡退ということで、ね、まあ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 、はい、いいっすよ、打順ここいいっすよ、2巡目、まあ、とりあえず流し打ち、流し打ちでちょっとね、はい、お任せあかんない。お、どうする、一発勝負。なんかバッティングさせてくれてないじゃん。おっしゃ、あー、伸びすぎたか。あー、お前が打ってんじゃない。違う、僕はもう選んでるだけですから。今言われたやつ音なかったっすよ、フルスイング。何が一発勝負。はい、先内角、内角勝負、内角。うん、あー、よしよし、内角勝負。ちょっとキャッチャー変える。あ、キャッチャー変えます。あ、でも勝って、まだ勝負まだ行ってないからやめて。大丈夫ですか。まだ中盤なんで。内角勝負だっつってカーブ投げあったもん。すいません、それは暗速球が強いんだから長田に。なるほど、うめえのはいくね。ここはもう選んでるだけなんですかね。おーし、オッケーオッケー、頼むぞ。よし、オッケー、三振。いや、だいぶ低かったけど。ちょっと待って、あー、オッケーオッケー、おー、オッケー、結果オーライですね、結果オーライ。よーし、勝負出た。かまそう。おー、ナイスナイスナイスティー、さすが、さすがですね。駆け抜けしてるよ。危ないと思ったんですか。駆け抜けみたいですね。駆け抜けまで見たいですね。駆け抜けはないだろ、お前。駆け抜けるも、あー、そこ出ないか。やってほしいな。そこ見たかったな。全然出てこないもんね。ナイス駆け抜けということで。これ勝負ないもんね。もう流し打ち。流し打ちで。もうロペスだけど、流し打ち。あー、しょうがない。次誰だ。次が柴田選手、ね、柴田バント、
バント、うん、もう一点勝負っすね、これ。オッケーうまうまいナイスバントナイスバント絶になるミネイ選手タイム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 お代打代打いきますか、うん、いい白熱しますね代打はい梶谷代打梶谷選手来たー来たーこれは楽しみこれありえますね本当に行きましょう来たこれはどうしますか何あ、ちょっと待ってはい引っ張りでいい引っ張りで行きましょう長いしたらヒットにならないおおおおおナイスまあ帰ってこないですねまあ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 ナイスさすが帰ってこいよさすが筒香選手ですからねさすがやっぱ背番号3背負ってるだけありますねそれで、はい、盗塁でいいの盗塁で、うん、盗塁で、うん、え、これですホームラン外選手このままフルスイングでフルスイングこっから3人一発狙いでいいありますかあ、違うそこ進塁打みたいな感じだなんなんだよおい、ちょっと今日は当たってないっすわ外選手筒香選手はもうフルスイングで行きましょうさっきヒット打ってるんでおお痛い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 やあすげえすごいこれはすごいうわ気持ちいいこれいやさすがだわいやすごい気持ちいいいやーいやーさすがにですねあんつーなーあこれ見たい俺が完璧な当たり回転してないよねこれうわ無回転でああ突き刺さったーどうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞあっ2車連ありますね、2車連ああ、まあ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 。サルが柴田選手ですね。はい。まあセンター返し。センター返し。ああ、いやまあまあ一点ありましたんで。何回東、はい、あ、タイムタイムあ、ちょっと待ってはい、まだ大丈夫ですよいや、はい、いや、代打出せないいい、そういいっすか、いいっすか、いいっすかあ、まぁ、あ、ちょっと待ってはい待ってますどうしましょうここ代打でいいや、代打代打出しますか出しましょうよ代打はいそうだな代打高木豊かでも面白いっすね関根選手なんでお前誰だよ高木とかいるじゃんなんでだよまあいいやん、はい、関根関根選手 GGF でしょそうやねんああま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 あよーしさあ代打を出しましたのでいっちゃいますかピッチャー変わるピッチャー高木とおおとう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 来ますよ皆さん抑えにしては142キロっていう、ね、いいの安明がいるのに一人で帰るの安明準備しておけ安明準備でリリーフ適正のない選手が登板しようとしてリリーフ適正がないバカあれ動きのお世話なんだよ、はい、もう監督俺だからそうですね、そうですねあー来た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 1対0で成長させるんだよだから1対0で、ね、一番緊張があるところだそうですねなるほどねここはじゃあ何勝負で何勝負、はい、何も低め勝負しかないだろ低めでおっ高木まあ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 当時は当たってますからね今日そんな問題じゃないんだけど3安打ですからね、はい、まあ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 ここいいじゃないですか次押さえていきましょう誰だ次バ
いや、福留タイム、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 ちょっと、勝ちに行きますか。当たり前だよ、勝ちに行かないで。1球しか、1球でも成長に繋がってない次もあるんだから。次ですか。だからそもそもあのリリーフ適性がなかったんで。うるさいよ、出色少な。石田、石田、石田せ、石田投手で左石田さん。そうですね、そうですね。だって福留とはあれは糸井が繋がるんだろ。確かに、そうですね。これは東の勝ち消せれないから。低めでいいですか。低めの、はい、外角。あ、なんか来ました。何これ。おー、怖っ。何が一発で来ました。おー、いいぞ。おいおい、やべーよ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 。あー、行く行く。おー、あ、ちょっと待って、ノーアウト満塁か、はい、いや、2、3塁です。あ、ノーアウト2、3塁、はい、はい、どうしましょう。じゃあもう勝つんだったら、もうちょっと敬遠でいいよ。お、敬遠、うん、敬遠で、敬遠でいい。さあ、この対決に集中します。ここで申告敬遠を選択。申告敬遠、おー、おー、危ない危ない。ノーアウト満塁だろ。はい、ノーアウト満塁です。で、ピッチャー変えるから。お、出しますか。出しますか。来ました、来ました。さあ、どうしましょう。何が勝負は、あ、大山、はい、あ、低めだな。ゴロ打たしたいな。低めで、あ、いきましょう。これな。あ、あ、よし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 。いいフィールド、いいフィールド、いいよいいよ。口熱すぎる。あれ、ヒゲですね。さあ、次鳥谷選手。なんで宮崎選手に口書いてんですか。もうとりあえず低めだな。低めで、いきましょう。ワンアウト満塁。熱い熱い、目勝負。はい、9投げました。おっ、まだ分かんない、まだ分かんない。やばい、2点目。はい、あったー、まさかの。うわー、次じゃあどうしましょう。ここ1、2塁っすね。1、2塁、ワンアウトでしょ。はい、まあ内角勝負、内角で。まあまあでも裏もありますからね。そうですね、まだ。あ、やばい、やばい。あー、やばい。あれでもセカンドさせるんだよね。いやー、まさか内角行ってないもん。内角で引っ掛けさせる。ゲッツ、ゲッツ欲しい。よし、これはもうホーム。おい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 、マジ、おい、いけなかった今。おい、ホームだな。あー、でかい。これいっちゃいちゃいちゃい。や、これこれ豊さんのチームじゃないですか、これ。まあ、まだ終わってないで試合。2、3塁で今。何が2、3塁。次、桑原。でも、桑原だろ。はい、桑原投手でしょ、ピッチャー。もうこれは低めだろ。低めでいいっすか。おやー、それね、その高さに決まればいいですよ。さあ、どうしましょうか。何が、流し打ち、流し打ち。あー、やれ。いやー、ないなー。なかなか、まあまだ終わってないですか、試合が。もう選択返しだな。選択返しで出るしかないの。あ、やれ。まあ、どっちの一発勝負ないのか。いや、もうちょっとあっちやってる。溜まってないです、溜まってないです。あー、あー、まあまあわかんないです、わかんないです。これでもできないことないですけど。選択返し、倉本選択返し、頼むぞ。第4球を投げた、打ちました。あー、あー、まさか。いやー、高木だったな、やっぱな。